さんこんばんは、黒猫です。はい、トシキングです。じゃあ早速なんですけども、はい、前回、はい、何やったか覚えてますか？前回はアネモネを打ちました。エウレカ7の寝台ですね。はい、はい、じゃあ今回何を打ちますか？はい、今回はですね、まあ、後ろ見ていただいたら分かるんですけれども、スロットガロ黄金騎士を寝台紹介として打っていきたいと思います。勉強してきた。勉強は、あれもこんだけちょっと難しいのかな、うん、今回も楽しく。そうだね、いつも通り。メインはね、黒猫さんになりますので、私はもうしっかりと説明させていただきます。今回も頑張れよ、ほんと大事だから、そこ大事な身体だから。まあ今日も面白さを伝えて、ぜひうちで日の線で打っていただけるように紹介していけたらなと。そうね、はい、思います。はい、じゃあこの辺で。そうだね、なかなかと言うと、また前回みたいになっちゃう。前回すんげー喋ったじゃん。はい、すごかったです。だけどあれ動画上だとだいぶカットされてた。ああ、割とでもめちゃくちゃ喋ってましたよね。うん、多分10分15分ぐらい喋ってて、使われたの 1,2 分だと思う。はい、じゃあサップ日の天の最新台を打とうパート2、スロットガロ黄金騎士編行ってまいりましょう。レッツゴー。はい、じゃあ今から、スロットガロ黄金騎士の、寝台実践動画を撮っていこうと思います。いい準備は。はい、どうぞ。バルキャスは少し苦手だ。じゃあ仕様に関しては低ベース、まあ、かける高期待値の AT となっておりますと。 AT の順増に関しては 2.8 枚で、天井の最大ゲーム数が1500ゲームとなっておりますと。基本的にはミッションに入れて、まあチャンスゾーンですかね、ミッション突破してチャンスゾーンに入れてもらって、まあ、そこから AT を目指してもらうっていう形になっているので、まあ、ひとまずは黒猫さんに頑張っていただいて、僕のしゃべる場面を作ってほしいかなと思います。わかりました。じゃあ頑張ってまずはチャンスゾーンに突入させればいいってことだよね。はい、で、じゃあ通常時に関しては内部状態が4種類かな、ありまして、低角、通常、広角、超広角の4種類になっていて、まあ上位の状態ほどチャンスゾーン統制率がアップしているそうなので、頑張ってください。なんか今日さ、なんか今日あれじゃない？何ですか？あ、レア役。レア役ですよ。その点数は多分これ弱チェリーかな。魔界ラッシュ中の人の魔界騎士が活躍する。見たか、目押しミス。でもフラッシュしたフラッシュしました、フラッシュしました。誰？お、熱いじゃん。お、ちょっとここからですか？大打ち、大打ちましょう。これが長考ですね。これ長考、はい、長考だと、まあ、チャンスゾーンの当選率が高いということ。そうですね。で、一応長考でレア値が成立すればチャンスゾーンが濃厚らしいですね。ああ、なるほど、はい。どうした？お、はい、お、うまい、うまいよ。見た時に、あ、来たな。おお、金金金金。さすがですね、持ってる音が違います。これでチャンスゾーンですよ。黄金騎士チャンスですね。はい、じゃあ回します。はい、どうぞ。黄金騎士チャンス、ポテル。はい、継続ゲーム数が10ゲームプラスアルファ、順増が 2.8 枚、ガロズ柄ナビが発生すればチャンスで、ガロズ柄が連続で停止すれば期待度がアップするそうです。終盤で発展する演出に成功すれば、騎馬バトル王は AT に突入、3D 演出ならチャンスアップとのことです。腕の見せ所です。頑張ってください。まずガロズ柄をいっぱい引きゃいいんですよね。 OK、 で停止させて期待度を上げていけば。これ狙えなの？狙えとは違う。ああ。まあでも発生すれば、停止すればなんで、狙えば、狙った方がいいですか。多分このマークがあるときに、そうですね、左止まれば止まった分だけアップしますよ。あおー、まあよくあるやつだね。
赤まで行けばチャンスね。中左おお、いいですよ。おお、赤まで行っちゃったけど。来た来た来た、さすが。あー、ナビは構図ここで発展と赤で発展ですね。でも残り7ゲームあるけど、それは関係ないのかな。中あー、パチンコだ。パチンコ、パチンコ。左右あーはい、フェイスオフかのこれが王院の矢の力だ。レギュレーションを撃破せよ。懐かしいな、なんか俺これで勝てば背景青だからね。キーバーバトルレギュレイもしくはこれで王院入ると今のがチャンスアップっぽい。なるほど。ジャンカー左ボタンじゃなくて、おお。行くよ。どうぞ。さすがでございます。早い。あ、これでどっちに行くかですね。いつ基本だったら多分キババトル。キババトルに行くんじゃない。キババトル確定。7を狙え。これ自動で揃うんすかね。いや、外す。あ、今はちょっとあれか。じゃあここで金7が揃えば出してるってことなんですかね。だから確定するっていう。で、キババトルを。はい、じゃあ説明のターンが来たので。じゃあ。はい、キババトルに関しては継続ゲーム数が20ゲームプラスアルファの利益ボーナスとなっております。順番が約 2.8 枚で突破率は 50% 超と 50% です。OK? 50% あります、はい、2V1 ね。 2V1 あります。牙を撃破すれば AT に左突入、魔界ラッシュに入るそうです。 OK? ちょっと見づらいですけど、ここに保留が出てます。はい、前半に関してはガロズガラやレア役でここにある保留ですかね。保留を獲得してもらって、後半に関しては保留の数だけ攻撃をして勝利を目指すという形になっておりますので、いっぱい引いていっぱい貯めて倒してください。かしこまりました。あー、もうダメじゃん。いやいや、まだ分かんないですよ。こっからかけるパターンね。プラスアルファってこのことじゃない。信じてます、僕は。行くよ。行けると信じてます。行きます。バカのは決まっ、本体の騎士は君、お前はこれを見るばかりし、結果本種優勢。青攻撃、青でどこまで減ってくれるか。こんなまず今日であとは何が出てくる。なるほど。やばくない。いやいや、ここで何かしら引けばもしかしたら逆転があるかもしれないです。この1ゲームでここの渾身のレバーオンですよ。やっぱでも一応 50% あるんです。 50% ありますから。 50% いや、だけどもうさ、やばいよこのゲージの量。 50% ありますか、ちゃんと。じゃあ行くよ。普通、じゃあまあ普通に行くよ。どうぞ。インガインガイン、助け合い助け合い。あー、かっこいい。暗血ジャケ、やばいやばい、めちゃめちゃ強そう。これやばいよ。これとボタン連打とかどうだろう。おお、耐えた。なんか変なの出てきたよ。これあのボタン連打じゃないですか、復活みたいな。あー、そうです。スイッチオン。おおお、スイッチオン。プレミアだよ多分。いや、でもそうですよね、普通のボタンはこれですもんね。だってじゃあ押します。押してください。危機回避、逆転と。あー、今回はスムーズですね。スムーズ、もうスムーズですよ。かっこいい。かっこいい。いくよ。はい。おお、金文字の攻撃。
ちゃめちゃかっけえ。勝ちました。素晴らしい。これで魔界ダッシュ。そうですね。初期ゲーム数決定演出で成立約を参照して30ゲーム、50ゲーム、100ゲームから抽選されるそうです。最大が100ですね。もう叩きどころを叩いて大丈夫。早い。お、まあ、成立約なんで。50。まあまあまあって感じじゃない。そうですね。最低じゃなかっただけ。見えてますかね。画面のちょうどここですね。ここです。ここにある神滅カウンターに関しては数字が0になれば神滅重心に突入して大量ストックのチャンスとなるそうです。なので頑張って減らしてください。
まあとりあえず今1セット目が終わるところ。終わると。この継続バトルみたいなもんなの。そうですね。ここに勝てばセット継続ですよって感じだと思います。お兄ちゃんさん倒しました。倒しました。人々を守りし光だ。さあ行くぞ。これまたゲーム数決めるんじゃないですか。青ですね。青か。リプレイってことですか。間違い。外れ。三。まあ多分これがデフォなんだろうね。さっきはうまいことレア役引いてったパターンですね。だよね。で50乗ったから。これで。まあ、これで。お。94まで減った。今はチャンスだ。最初と一緒で3の倍数が3の倍数。ああ、最後チャンスです。じゃあ頑張ってください、早く。いいですよ。もう一歩止まるともうなる。でも赤い月だよ。行こうか。ゴーダイエー。いきましょう。2回目のボーナス。でもなんか普通に演出にはいけそうな。さあ対決に。さっきは星さんに負けましたと。まあいいや。映像激アツ。あ、期待で読んでございます。初めて見た。初めて見た。勘弁してほしいです。音鳴ったよ。なんかめちゃくちゃいい音。続いた。おー、ガルーケンを押し込め。聞いてやりましたよ。はい、魔界ボーナスは劇中の疑似ボーナスですね。突入競技は今みたいなホラーバトルに勝っていただくと入る形となっておりまして、はい、まあ揃えてもらえれば。ホラーは全てカルス。チャンスコーク力。はい、消化中に関してはベルト霊薬成立時に7ぞろい抽選が行われて、特にチャンス目と強チェリーは7ぞろいのチャンスとなるそうです。一応7ぞろい時の恩恵が紫7が殲滅重心ストックで、金7に関しては殲滅重心ストックプラス次回 BB 天国らしいです。なるほど。いっぱい揃えてください。できれば金でお願いします。これ森のホラーグマ。なんかどっかで見たことあんな。見覚えが、だいぶ見覚えがあるってことは右からです。いや、見てる人は7ぞろいが見たいですね。いやカットイン来なかったな。おお、めっちゃ減ってんじゃん。俺はいいんじゃないですか。赤だったからやっぱ。そうですね、結構でかい数字は。やり方がやっぱでかかったですね、うん、いやでもカットイン来なかったな。いや、来てましたけどね。ずるーって。いや、これカットできないですから。いやちゃんと使われますから。大丈夫大丈夫。まあ、そんな気はしません、ね、弱者であれだった。
これが目に見えるストックラストですね。そうだね。終わった。とりあえず継続してほしいですね、ここまで行ったら。お前の行く道に光は先に進みたければこやつを倒す。なるほど。いや、全部が弱いね。これで終了ですかね。937枚。めちゃめちゃ取れましたね。とりあえず通常に。これも一応アモンステージ。とりあえずこのアモンステージに関してはチャンスゾーンの当選率が約 50%。 ここで引く。もう行きそうっすね。ああ終わった。さっきと同じ画面ですね、うん、はい、実戦終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや楽しかったです。楽しそうでした。んいや見ててどうだった、外から見て。ああ、でもそうですね、割と通常時はこう少し複雑なというか、いろいろこう経由していかなきゃいけなかったんですけど、まあ AT 中はどっかに見たことある絵がやっぱこうスーッと流れてたんで、割とそうですね、前兆とかも例えばこう行かなかったら行かなかったらスンって終わるような感じで、すごいさっぱりしてたんで、僕的には全然良かったのかなと思いますね。っていうお話もね、ここまでにして。まあさすがにね、あのまたちょっと長くなっちゃうと、またカットされちゃう。いっぱいカットされちゃうんで。ってことで最後締めていただいて。ちょっとはい、ってことで、SUP 日野店の最新ダイブとパート2、S ガロー黄金騎士、実践してきました。動画を見てくださった方は1回は2回かな、1回じゃ何も分かんないと思うんで、うちの店で触ってもらいたいな。ぜひね、ぜひうちのお店で、あの他の店行ってもいいんだけど、うちの店でお願いいたします。はい、今回の動画も、楽しかったと思いますけども、はい、次回以降もまた新しく導入される寝台であったり、まあ、ちょっとした企画とかやれたらいいなと思いますので、そちらもぜひご覧になってください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。じゃあね。